日本宮城県宮城県庁宮城県庁舎宮城県庁舎,庁舎は日本の広域自治体である宮城県の役所が入る建物のうち宮城県知事及び行政の中核組織が入る本庁舎のこと正式名称は宮城県行政庁舎仙台市都心部の高等大公園隣接地にあり三代目となる原本庁舎は超高層ビルとなっている 仙台城から見た宮城県行政庁舎と、どこも東北ビル現在の本庁舎は、二代目県庁舎を解体した後地に1989年5月に完成した。1989年は、5期20年の間宮城県知事であった山本総一郎が退いて3月28日に、本間俊太郎が新知事となり、また仙台市が4月1日に、 政令指定都市にこうした都市であり、バブル景気の上昇感の中で、仙台市内では超高層ビルが次々建っていた時期でもある。最上階の展望ホールから南側を望む、そのような中、総建築費398億円を注ぎ込み、宮城県で3番目に高いビルとして、宮城県庁舎が完成した。新庁舎は、 地方自治体発の本格的欄を組み込み、ソーラーシステム、雨水利用システム、空気調和や照明などの自動監視制御により省エネルギー化されたインテリジェントビルでもあった。新庁舎の周辺では仙台市営地下鉄南北線建設に合わせて高等大公園が大幅にリニューアルされ、再開発でファッションドーム141が立つなど、県庁のみならず、 周辺も大きく変化した。最上階の18階には、無料で自由に入れる、展望ホールがあるため、完成時には、見物に訪れる県民も多かった。二代目県庁舎と同じ場所に立つが、仙台市が、政令指定都市となったため、現庁舎の住所には、区名が入る。二代目の県庁舎は、昭和天皇即位記念事業として、 初代県庁舎の東隣に建設された。建築費は100万9000円。建設期間は1928年から1931年9月、延べ8万2000人が工事に関わった。外観が群馬県庁舎と似ており、当時の湯沢道尾宮城県知事の関与が言われている。初代県庁舎は二代目県庁舎の完成後もそのままに、されていたが、 仙台空襲で消失した。第二次世界大戦後、後地に宮城県図書館が新築移転してきたが、後に図書館は移転し、現在は宮城県議会議事堂が立っている。二代目県庁舎は戦後も使用され続け、朝鮮徳時期の1952年に東庁舎を増築し、高度経済成長期の1962年には西庁舎、 1965年には北庁舎を増築している。1978年の宮城県沖地震で被害を受けたことや老朽化の問題から、1986年に解体された。ただし、二代目県庁舎の長頭のみ保存され、現庁舎正面の花時計の隣に設置してある。二代目県庁舎は初代の隣にあったが、住所は同じだったようである。 1970年2月、県庁は動いていないが、通りごとの地名から区画ごとの地名に住所が変更された。1871年8月29日の廃藩地県で仙台県が成立し、同年12月13日に仙台城内に仙台県庁が開庁した。しかし、石巻県石巻に置かれていた東山道賃台が仙台に移転して、 東北賃台となると、仙台県庁会長から一週間も経たない12月19日に、仙台城は、兵部省の所管となり、東北賃台の本営及び兵営となることになった。これにより、仙台県庁は移転を余儀なくされ、旧仙台藩藩校の要件堂に移転。1872年2月15日には、仙台県が宮城県に改称し、 仙台県庁も宮城県庁と改称された。養県堂は1760年に現在の宮城県庁舎の西側にある宮城県議会議事堂の地に移転してきており、付属施設が仙台城下町各所にあった。廃藩地県で養県堂の主要施設は県庁となったが、隣接地の養県堂用地は現在仙台市役所や高等大公園として使用されている。 初代宮城県庁舎の住所表記の変遷の概略は以下の通り、番地が付された時期は不明。ありがとうございます。